宇宙歴、それは無限に広がる星の海へ踏み出した人類の新たなる歴史。宇宙歴10年、宇宙開拓隊 SRF 第一陣が星の海へと旅立つ。人類は宇宙への第一歩を踏み出した。宇宙の秩序と人類の未来を切り開くため、最後まで歩き続けた名もなき英雄たちがいた。宇宙歴346年、長期化する惑星レゾニアとの戦争の中で、人類は紋章術という力を手にする。リボース計画によって生み出された超人類の野望、星の英雄は過去と未来が交錯する戦いに勝利した。宇宙歴366年、さらなる発展を遂げた人類の前に新たな脅威が立ちはだかる。十賢者による銀河系消滅の危機、伝承の光の勇者により、人類の未来は守られた。宇宙歴772年、バンデーンとの戦争が勃発。時の終わりを刻む戦いが始まる。星の海の真実に立ち向かう者たち、踏みしめてきた過去、歩み続ける現在がある限り、それは遥かなる未来へと語り継がれていく。そして僕たちの旅が始まる。それは出会いと別れを繰り返す新たな星の運命の物語。